ピースが合わないときは？ピースがなんかうまく合わない、はまらないときは裏から見てみるとよくわかります。ピースの間に隙間があったりきつく感じる場合は組み違いの可能性があります。周辺のピースを一旦取り外して裏から見ると隙間がよくわかります。隙間がある場合はもう一度ピースを外して組み替えてみましょう。集中力をフル動員し試行錯誤の繰り返しをすることがパズルの醍醐味です。パズルライフ、ヤヌマン。